最近、奴らの動きがないですね。平和なのはいいことじゃがの、なんかこうモヤモヤするの。こっちから仕掛けてみる？と言いますと？あの仮面のサイヤ人のことを考えてたの。あいつの正体はバーダックさんでしたね。他の連中と違ってバーダックがミラたちに協力するとは思えないわ。それにあの様子、おそらく洗脳して操られているのよ。洗脳か。そいつを解いてやれば味方になってもらうこともできるんじゃないか。そうですよ。もし洗脳時の記憶も残っていればミラたちの情報も手に入るはずです。でもどうやって会いに行くんじゃ。バーダックが連れ去られる瞬間を探ればトアとミラもいるはずだわ。そこを狙いましょう。わかりました。今回の任務は調査がメインです。俺も同行できますよ。早速向かいましょう。やはりあの二人がバーダックさんをワームホールで連れ去っていたんですね。それにしてもここは一体地球のようですが荒れ果てていますね。ようやく姿を現したな、トア。待っていたわよ。来ると思った。私たちの足取りを追うとしたら、あのワームホールを調べるしかないものね。このトアは、俺たちと同じ時間にいたトアのようですね。お前たちと戦うのは何度目だったか。ここなら誰の邪魔も入らない。今度こそ決着をつけるぞ。望むところだ。ほら強くなったな。もう一人に先に戦闘員だね。いいだこいつ二人から行く。こいつらのエネルギーを安心して使わせてもらいます。やはりお前たちの狙いはこの世界と魔界をつなげることだったんだな。さすがにはよ。怒り悲しみに満ち悪がはびこる楽園の誕生を。どうした？貴様の力はそんな手。
きずり込まれる。一度しか使えないとっておきを時空の狭間に閉じ込めてあげる。その穴は一方通行よ。落ちたら最後、二度と出てこられない。まだ決着はついていないぞ。もういいじゃない、そんな奴が。手っ取り早く片付けちゃいましょう。引き上げるわよ、ミラ。何？バードック。この俺が振りほどけない。こいつの力は。手を出すな。こんな奴にこの俺が。よくも俺をコケにしてくれたな。今回ばかりはサイヤ人の運命もカカロットの運命も関係ねえ。今までの借りを返してやる。サイヤ人の力をなめるな。覚悟しやがれ。この俺が貴様ごときに。バーダックさん。私のミラが終わりだな、トーバ。あんなに強化してあげたのに何が最高傑作よ。自分で呆れちゃうわ。まだ諦めたなんて思わないことね。そんな、あなたまで俺のパートナーまで洗脳していたなんて。タイムパトローラーの情報を俺のパートナーから得ていた。もう今この人を通して洗脳を解くしかありません。それが限界だとしたらとんだ期待外れだぜ。いいわ、こうなったらいっそ全部なかったことにしてあげるわ。これはあれよく手に入ったのはその仮面だけでしたね。おかえりなさい。途中で通信できなくなっちゃって心配したのよ。
一体どこまで行っておったんじゃ。ワームホールを通って予期せぬ歴史に迷い込みまして。それでどうだったんじゃ。え、どうというのは。いや、じゃから、あれ、確か俺のパートナーが。ん、この子がどうかしたの。いえ、俺のパートナーはあなたですよね。ちょっとどうしたの、しっかりしてよ。もう二人とも長い付き合いのナイスコンビじゃない。今さら仲間割れなんてやめてよね。うん、この四人でしっかりと歴史を守っていかねばならんからの。これは一体。そこら中の巻物が一斉に歴史改変を始めおったぞ。なんてこと。こんな変化が起きたらこの世界だってただじゃ済まないわよ。ここは私たちが調べるわ。あなたとトランクスは外を見てきて。